水曜日の21時からニコ生クソホラーをやったんですよ。で、その番組中に紹介できなかった写真を、たくさんあるんだって。まだまだあるんですよね。それをちょっとその冒頭で紹介させていただこうかなと思うんですけど、ゲストっていうかその時にカメラマンとしてついてきてくれた木村さんがスタンバってくれてるんですよね。で、僕まだその写真見てないんですけど、その木村さんを木村ね、木村、バカの木村バカの木村を呼んで、そんでそれ一体本当に心霊写真が撮れていたのかっていうのを検証というかしていただけるようなんで、ちょっとお呼びしたいと思います。それじゃあ木村さんどうぞお願いします。木村さんよろしくお願いします。うんともすんとも言わないですね木村さん。よろしくお願いします。声ちっさ。木村さん先週ぶりです。ありがとうございます。先週ありがとうございました。ニコ生クソホラーをおかげさまで好評だったみたいで。いやそうですね。僕もすごい楽しませていただきました。楽しかったですよね。で実際先週に撮った写真をご用意していただいてるんですよね。そうですね。なんかあったんですかその内容的な部分で。ですね。運営さんの方がちょっと。怪しいものが見えるということで、怪しいものが見える、でこれはちょっとガチの人に心霊写真鑑定してもらおうということで、心霊写真鑑定をしていただいたんですよ。でしていただいた方がですね、昨年2016年リューチェルさんが心霊写真を撮れてしまったと。いうことがあったんですけど、その時に心霊鑑定をした花膳の桂木先生という方に、桂木先生、本当の霊能力者の方に、ちょっと今笑いましたね。じゃあ霊能者に本当も偽物もいるのかなと思って、中にはいます。中にはいます。もう本当の方が見ていただいたんですね。ガチの方に。わかりました。ガチの方。楽しみですね。でまずちょっと前置きとしてですね、これらの4枚心霊鑑定していただいたんですけれども、これらのお写真を撮影された場所が問題のようですということです。で4枚の写真を通して共通することは、天狗やもののけが集う場所であるようですという前置きがあります。天狗やもののけ。では取っちゃったんだ。なんか取れちゃったみたいなんですよね。見たいんですけど。ではじゃあ1枚目。1枚目。いきましょうか。びっくりした。今コメントで天狗流れたから本物いたと思ったけど違いますよね。今のじゃないですよね。これ問題の写真ですよ。そうですね。大石さんの頭の後ろ抜けて僕の左の金玉を突き抜けてるこの写真。どこに天狗いますか。こちらなんですけれども、男性お二人が並んでポーズをしていますね。お二人の間、胸の高さから口までの高さのところに、白装束を着た鼻が赤黒く光る天狗が映っています。斜めに光る白い閃光は、天狗が持っている矛です。矛ってこれですよね。そうですね。槍っていうかなんかあれがついてる。それって見えるんですか僕たちにも。この白いのが矛だそうです。なるほど。矛は見えてるけどその天狗は映ってないけど、これは天狗の矛だと。いや天狗も映ってるみたいです。この中に天狗映ってるんですか。お二人の間、胸の高さから口までの高さのところに映ってるということです。霊能力者さんが言うには、それ分かりやすくパッて見えたりします。これちょっと拡大ってできますかね。拡大ちょっとしてもらっていいですか。拡大しましょうよ。この大石さんの表情、何の表情この。どこ天狗。ちょうどこのお二人の間あたりに、映っているとおっしゃってます。言われてみれば、天狗が映ってますねこれ。いますね。ですよね。矛にしか見えないですね。怖っ。心霊写真。心霊写真ですねこれ。間違いないですね。天狗が映ってました皆さん。じゃあ次行きましょう。はい。いやでも天狗は映ってるから。はい。はい。じゃあ次の写真お願いします。はい。次の写真。あ、これ僕が一人で撮ったやつだ。はい。はい。男性の自撮り写真について。はい。お地蔵様の足元。はい。向かって左下のあたりに。はい。角の生えた天狗の顔が映っています。天狗どんだけどんだけ俺天狗と写真撮ってんですか。天狗いますまた。はいまたちょっとどうですか天狗。いやわからないんですけど天狗を撮ってしまったみたいなんですよね。すげえ天狗と写真撮ったんですね。はい。ちょっと拡大してもらっていいですか。あでは拡大お願いします。どの辺ですか。あ、この白いやつですか。だと思われますね。はい。まあ確かに地からこうやって這い出てきた何かもののけの類に見えないこともないですよね。はい、まあ角が生えた天狗の顔らしいので、まあちょっとどこかに角が見えるみたいですね。すげえこの天狗映り込んできますね。はい。なるほど。まあこれちょっと見方によってちょっとあれですけど、まあ確かに角は見えなくもないというか、うん、これ目にも見える般若のお面みたいな。にも見えなくもないですよね。はい。木村さん的にどうですかこれ。いや見えなくもないです。見えなくもないですね。はい。これ天狗ですね。まあそうおっしゃってるんで天狗だと思います。これ天狗ですね。あとですねこの写真ではフラッシュで光る木と木の間に男性の顔が映っていますということです。どこですか。これちょっと拡大していただけますか。ちょうどまあこの光ってる。木の下あたりだと思うんですけれども、葉っぱの下か。どっち、みんな見えた。右側、あ、この白いこれか。そうですね。はい。もう確かに見え方によっちゃ天狗にも見えますよね、これね。まあ、こちらはなんか男性の顔が映ってるということなんですけれども。なるほど。映ってますね、確かになんか白いもやっとしたものが。そうですね。ここには何もないはずですもんね。はい、何もないですね、こちらは。なるほど、2枚も写っていたと、はい、2箇所も写っていたと、はい、分かりました、はい、まだあるんですよ。まだじゃあ続いてのお写真、はい、よろしくお願いします、はい、ああこれそのさっき1枚目に見せた大石さんと、あ違う井戸か、はい、井戸だ、井戸で僕が一人で撮った写真ですね、はい、そうですね。この中のどこかに何かが写ってると。そうなんです。まず視聴者の皆さんに聞いてみてもいいですか。あはい、皆さん、なんかこの中で怪しき影、映ってはいけないもの、この写真の中に見えますか。ウォーリーみたいな感じで天狗探すのやめてください。これまだ天狗がいるかどうかわかんないですよ。真ん中にいるのはもちろん僕で、ちょっとまあみんなもまだ見えてないかもしれないですね。あ、木村さん、あ、では解説しても大丈夫ですか。はい、お願いします。お写真には物理的には写っていませんが、はい、霊体として後ろの石柱の一つ一つに石柱の中に向かって立つ天狗がいます。え、ちょっと待って、この。石柱の中に一つ一つに天狗いるんですか。はい、天狗が6体天狗映ってるんですか。はい、天狗がいらっしゃるみたいですね。しかも場所違うのにまた天狗映ってるんですかみたいですね。ね、はい、八王子天狗だらけですね。まあ高尾山が近いのが影響してるんじゃないですか、ね、なるほど、山に住むから、はい、そうですね。すげえ、はい、こんな天狗いるんだ。ちょっとこれ整理すると、はい、我々の目には見えていないけどこの石柱の上に天狗がいるってことですよね。そうですね、そういうことですね。はあ、すごっ。あ、これちょっと僕の意見ではなくてですね、まあ鑑定をしていただいた、はい、方の意見ですので、はい、はい、へえ、すっげえ。いや、ちょっとそうやって言われてみたら天狗のなんかぼやっと見えてこなくもないですね。片足で立ってますよね、これ多分下駄履いて。いや、僕にはそう見えますよ。片足で、だってよく考えたらこの上天狗の大きさを僕実寸知らないですけど、多分天狗って多分人間よりでかいじゃないですか、イメージ的には。これ立てないじゃないですか、座ることもできないんで片足でこれ天狗立ってますね、うん、うん、下駄履いて、はい、何かこの五芒星を描いて何か儀式してるんでしょうね。まあこの聖なる地を汚すなみたいな。はい、はあ、なるほどね。いやちょっと恐ろしいわ。はい。じゃ次がラストですか。そうですね、ラストですね。はい。ちょっとじゃあ次の写真。あ、はい、これは打って変わって大石さんがこれどこだ？あ、さっきの場所かな？うん、さっきの場所だ。そうですね。さっきの場所の井戸の前じゃないけど、そのちょっと手前の広場みたいなところで撮った一枚の写真ですね。うん、はい。この中にも何か。はい。映ってるんですか、僕たちの目には多分視聴者の皆さんにも見えてないと思うんですけど、映ってるようですね。こちらにも、はい、解説しますと、はい、ポーズをとっている男性の左斜め下に、はい、苦しむ自爆霊が映っています。苦しむ自爆霊、はい、これって目視できますか、はい、我々でこれは物理的には映っていませんがとは書いてないので、はい、分かる人には分かると思います。ちょっとだけ左下に寄ってほしいですね。脇の下らへんってことですよね、多分。あ、地面だと思いますね、これ。地面。はい。まあスタッフさんが探したのだとこの辺りに、はい、いそうだなってなるほど、この辺にいそうだなっていう。普通こういう時ってあれですよね、円とか書いてここにいますよみたいなね。うん、しかもなんか僕の時はちょっとフレンドリーな天狗映ってるんですけど、大石さんの時だけ自爆霊って結構ガチの幽霊映ってるんですね。そうですね、はい。であと、まあ、この写真に関しては、はい、左後ろの背景部分からまがまがしい気を感じます。まがまがしい気、はい。これでも、はい、井戸をバックに、はい、大石さんがここで僕が撮ったんですよ、はい、井戸から発せられる気ですよね、多分。まあそうですね、後方には多分、はい、井戸があったと思いますので、そっちなんで、はい、もしかしたらやっぱあの辺は何かだからその戦国時代の、うん、であそこでいっぱい人殺されちゃってるんですよね、はい、だそういった怨念がうごめいてるのかもしれないね、うん、皆様には見えているんでしょうか。ちょっとこの気は俺は感じられないけど、はい、下のなんかもやっとした感じとかは、うん、うん、まあ確かに言われてみれば何かね自爆霊にも見えなくもないなって。そうですね、はい、自爆霊が映っているとおっしゃってますので、今度その方ゲストに迎えてちゃんと一回解説してもらいましょう。まあそうですね、これは、はい、ちゃんと解説していただいた方が、はい、その天狗にはどういう意味があるのか、はい、それは聞いてないんですか、天狗映っちゃって大丈夫なのかっていうのは。あ、でですね、はい、まあ、最終的にどうすればいいんですかっていうのは、はい、ここは昼間でもうっそうとしてどんよりとした空気が漂っているのではないでしょうか。漂ってると思います、はい、このような場所には近づかない方がいいですと。あ、じゃあどっちかというと、はい、悪いというかあんまりいい例じゃないんだ、はい、そうですね。ただお祓いをした方がいいですかっていうことは言ったんですけど、はい、お祓いの必要はないみたいですね。あ、まあそうたまたま映ってるけど、はい、取りつかれてはいないっていう。そうですね、もしくはいい天狗なんじゃないですかね。いい天狗だったんですか、あれ。はい、いい天狗だったんです、はい、よかった。じゃあ僕はたまたまいい天狗に、はい、6人ともいい天狗だったってことある、まあ、すごい確率ですよね。多分その一般的に天狗6人集まったら誰か1人ぐらいはね、人さらいの天狗とかいそうじゃないですか、はい、よく言われてるじゃないですか、天狗ってなんか子供とかさらっちゃうとか、うん、そうですね。たまたま奇跡的にもいい天狗に出会ったんですね、はい、木村さん的にはその前回の先週の放送、はい、総評してみてどうでした、こういう天狗を映っていろいろそういう放送されてるじゃないですか。そうですね、こんなに天狗映ったことありますか。いや天狗映ったことはないです、ね。ないですよね、はい、多分。こんな収穫あったことありますか。いやだからすごいですよね。すごいですよね、はい、これはちょっと奇跡をじゃあ起こしたというですね。もう確実に奇跡が起こってますね。すげえ、世界新記録、これなんかギネスとかに申請したいよね、はい、なかなか天狗が写ってる心霊写真ってないはずなのでですよね、はい、これはかなり貴重な写真ですね。かなり天狗の才能があったんでしょうね、はい、皆様には天狗見えましたでしょうか。僕にはねちょっとうっすら天狗見えましたよ、木村さん。またちょっとじゃあね、はい、こういった機会があったら、はい、ぜひご一緒していただいて、あ、じゃあまた今度天狗以外を、あ、わかりましたね、見つけに行きたいなと思います。はい、木村さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。やばくない？天狗合計7匹捕まえたんだよ。なんか1人ぐらいついてきてほしかったよね。じゃあ見てほしいわ、この画面。なんかどこにでも天狗いるんじゃないかと思っちゃうからさ、この画面を見ていただいて、その心霊学者様に見ていただいて、もしかしたら俺に取り付いてるかもしれないじゃないですか。で最悪ね、その天狗ゲストに一回ねこっちにいて大井さんの席に座っていただいて、その心霊能者の方を座っていただいて、ね、やっていただくっていうのもね、ありかなと思います。一体これは音楽番組なんでしょうか。ちょっとよくわからないスタートをさせていただきましたが、幽霊は大丈夫な方ですね。あ、そうなんですか。はい、じゃあオープニングの天狗のくだり、どんだけこんな番組出んのかみたいな、あれ大丈夫でした？楽しかったです。気を害してないですよね。よかったよかったよかった。もし次ホラーをやるときあったら、僕はもう辞退します。じゃあ僕とパルスさんでいきましょう。僕とパルスさんと木村の木村のバカと今日バカなこと言ってました。あのじじい、あとで掘り返しましょう。好きな方です。あ、そうなんだ。よかったよかった。